西野正樹で西野正樹と申します。内野健太さんです。どうも、内野健太です。いやいや、てっちゃん、じゃあてっちゃんはもうてっちゃんの役でよかったね。合ってたと思うから、自分的に未来でも龍でもジョージでもなくてっちゃんがよかったね。そうだよ、そんなは頭からバカ野郎とか言うキャラじゃない。おい、しまくぞ。瞬時が来て、で瞬時もめちゃくちゃ初対面感じ悪くて、いいぞいいぞ言ってたなんだけど、それは後で聞いたら熱があったんだよね。そう、風邪ひいてた。でも俺がそんなの知らないから、年下だとは聞いてたけど、うわすげえ感じ悪い、なんかチャラい子が来たんだ。熱望を感じて、でそれを乗り越えた後に西野正樹がとんでもない感じで来るから、もうなんだこれってなって、黒いデッカデカのベンチコートでな。じゃあ俊二とてっちゃんはその挨拶が一番最初。そう、4人はね。だってその時元相原流いたよ。いた。俺それね、すごいこと言って覚えてないんだけど。お前すごいんですよ。全然覚えてない。縦稽古もやったじゃん一緒に。俺、その人なんでいなくなったの？大人の都合。もう全く覚えてないんだよね。だって俺クランクインの1ヶ月前やで、龍が決まった。なんかそんな、そうなんかバタバタなったみたいなの覚えてんだけど、龍の前の人に俺は記憶すらない。お前すごいやん。そうあった縦稽古してた。めっちゃ覚えてる俺。全然覚えてない。縦稽古した後にハンバーグとか行ったの覚えてる。えみんなで。あ、なんとなく結構曖昧だね。曖昧だもん。てっちゃんね、結構ふわふわしてるよ。いやもうそのね、西野正樹が演じる龍の印象が強すぎて。いやいや、初対面の西野正樹の、ね、イメージやろ。じゃあてっちゃんにね、はい、まあその15年前のメビウスというウルトラマンの放送が始まって、まあ周りの反応はどうでしたか？まあ、終わりの反応は、これでも、身内はもちろん喜んでくれたし、ちょうどだから、身内に、親戚とかにちょうど、そういうのが好きそうな年齢の子がいたりとかしたから、すごい喜んでくれて、すごい見てくれて。でも、なんならだって、その子のために多分、ポスターでね、みんなにサインしてもらったんだよ。いまだにその家にはそのポスターが飾ってある。マジで？うん、うん、逆にそれすげえレアやん。そうそうそう、最近も遊びに行ったりしてずっと飾ってある、全員のサインが入ってる。へえ、隊員全員。そう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 、それすげえレアやん逆に。うん、今そのサインを集めることは不可能や。不可能ってことはまあ難しいだろうね。でもね、いや不可能ちゃうかな。うん、まあでもほら、時期でも会えんじゃない。そうだよ、時期が時期だからこうやってオンラインでとかってなってるけど、うん、もうちょっと経てば別に集まろうとかも集まれるでしょう。いやそうやけど、だってもうマリナなんて普通の人やからサインの書き方忘れてるかもしれない。こんなことある？分からんけど。そしたらあの、思い出すために俺そのポスターあの写真撮って持ってくから。ああ、それいいな。ああ、あとジョージとかサイン変えてそうやん。調子に乗って。だってジョージミュージカル俳優。ミュージカル俳優ですよ。みんなでさ、だからジョージがウルトラマン終わって、でジョージがテニスの王子様見に行った。それを見に行った。ちょうどなるって見に行ってさ、あれ見てジョージはぴったりだね、これだねってみんなが言ったら覚えてる。あれ見て、うわジョージはジョージとか、ジョージはいつまでやってもジョージなんだけど、うん、ジョージは絶対ミュージカルやっていう話をしたもん、その時。そうだよね、案の定その後いっぱいミュージカルやってね。うん、じゃあてっちゃん、撮影現場での印象深い出来事を。じゃあだからそれはもう2人がずっとイチャイチャしてる。違う、それさっき言ったやろ。印象深い、うん、それ以外のことや。なんだろうね、いろいろ印象深いことなんかいっぱいあってさ。うん、まあ、1年以上やからな。うん、
もう生活みたいなもんじゃないかって、うん、で正直その撮影がない時だってみんなと一緒にいるじゃない、うん、でそれこそ大抵2人はやっぱ出番も多いし、でそれ以外の4人で結構一緒にいることとかも結構あったし、うん、なんだろう、撮だからもういろんなことがあるんですよ。自分のことだけだったら怪獣が出てきて何とかだって徹底は喜んだりするじゃないですか、ドラマが出てきたりとか、うんうん、俺となってねえだーってわーって俺が口開けすぎてたのがカメラマンさんにそのうちそのカットを撮るときはい次のどちんこって言われてるんだそうなのそれは知らん、徹底の意とかじゃはいのどちんこそれは知らん逆にむずくなってるえ、てんちゃんさ、うん、こんなこと聞いたらいいのか分からへんけどさ、うん、メビウスの時って給料制？歩合制？覚えてない、ごめんえ、俺昔の事務所にいたの？多分昔の事務所やと思うで。そうだね、給料制だったもん。分かんない、分かんない、全然分かんない。じゃあその要はメビウスやって、うん、まあ、1年以上レギュラーやって、うん、収入がこうアップしたとかっていうのは分からへん。うん、全然分かんない。あの時期そうだね、アップもダウンもしてないんじゃないかな。その前リベスの前からもずっと続きのをずっとやってたんだよね、レギュラーも。へえ、やってたりとかだったから多分そんなに変わらない。なんだその収入面の話。いや、台本に書いたの。いつも聞いてんな、そういう。うん、台本に書いたの。本当そうよね。いつも聞いてるよ。シミケンさん出てきてガイズメンバーだったな。ちょ、シミケンさんのやつさ、広告つかへんでやんねん。あ、そうだ。へえー、そうなんだ。おもろ。あ、YouTube のね、そういうなんか規約的な。うん。何が分かんのか分からへんねんけど、広告使え。すごいね、なんかすごいね、それ面白い。じゃあてっちゃんから、はい、今だから聞ける西田まさきと五十嵐俊二に聞けることをどうぞ。だ、付き合ってたんだろ。付き合ってねえつちょっとじゃねえわ今だから聞ける。いやでもさ、違うよね。今当時も別に聞けないことなかったもんね。うん、だからそう、確かにないんだよね。普通共演者ってそんなんじゃ ないよねっていうくらい仲良かったよね。うん、何も隠し事とか何もなかったし、だから逆にここで言えないことばかりをもう話し合う、何話をお互い知ってるくらい。お互いじゃないよ。え、君だけや。は違う、全員の爆弾を全員が抱えてると大丈夫だよ。え、瞬時の爆弾なんてあった？あるよ。あるよ。爆弾だとは思ってないけど。え、何瞬時の爆弾って。え、てっちゃん、瞬時の爆弾って何？え、だからなんだろう。カットするとして、カットするとして、カットしたらどうだ。あとはだから当時事務所には言えないような遊び方も失敗してるわけじゃん、あなたたちは。でも確かに事務所を辞めた瞬時からしたらもう爆弾でも何でもないよ。うん、だからこいつだけが一番怖い、一番危ない。てっちゃんとマリナが協力してくれて、ガイズの食堂にいるメイドさんと俺をなんか付き合わそうとしてくれてた。あった、なんかあった。あったあった。俺は彼女欲しい、彼女欲しいって言ってたね。うわ、ガイズのメイドさんとなんかスポッチャみたいなとこ行ったよね。行った、あったわ。なんでお前手出したんかい、それ。そういうの俺爆弾だと思ってない。え、それ何、付き合ったかなんかしたの？付き合ってない、付き合ってない。一回それ一回遊んで別に連絡先も交換せず終わった。ああ、そうなの。お気に召さなかった。どっちが？上から目線。
笑い方もおっさんだなって。ああ面白いね。うん。まあてっちゃんの爆弾はあれやんな、一番でかいのは。さあ次の話題に行く。なあ俊二。いやもうそれはもう爆弾すぎて。あんまり言えないやつよな。さすがに俺も気使うよ。みんな仲良かったということで、ね。まあ、にカメラ目線。うん。っていうことで一回閉めるで。あ、そうなの？うん。一回閉めて、まああのこのまま回し続けるけど一回閉めるでってこと。あ、はい。俊二閉めて。俺閉めんの？うん。準レギュラーやろ。でもさ、俺じゃあ思ったんだけどさ、うん、その佐野監督の時もそうだったけどさ、うん。俺いる？それさ、電波とか携帯が悪いから参加できてないだけでしょ。でももう絶対この並びで俺真ん中にしない。俺の真ん中は絶対嫌やで。え、サムネの話してる？いや、サムネとかじゃなくて、てっちゃんも見たでしょ。見たんだ。ちょ、そうだ、あれはさ、監督真ん中にすべきじゃない？2人がそうだね。そう。てか監督元監督だけあれマイクついてねえんで。そうなの。そう。俺らは地声。どんだけでかいの。じゃあちょっと準レギュラーの俊二君一回締めていただいて。というわけで石田まさきで西田まさきと申しますの撮影が、終了いたします。次回また、オンエアされるので、皆さんよかったら見てください。見てください。締めこんな感じなの？締めはね、ほんと適当なんですよ。誰がやねん。